はい、のますね。今回は、パワプロね、もう8周年ですね。ということで、せっかく8周年になったので、まあいろいろね、まあパワプロ運営頑張ってくれてると思うんですが、8周年になった今だからこそ言える、まだもうちょっと直してほしいところっていうのを話していこうかなと思っております。まあなんていうかね、まあどうせね、僕みたいなね、なんかもうクソ雑魚 YouTuber の声なんか届かないと思うんですけど、やっぱり声を上げることって大事なんですよね。まあいつも文句ブーブー垂れてる僕ですが、まあ基本的にパワプロ運営には満足しています。クソ運営ではないと思うんですが、でもやはりね、ここ直してほしいなとか、やっぱりそういう不満点などあるので、そこら辺を喋っていければいいなと思っております。ということでやっていきましょう。まず一つ目が、演出でございます。まあパワプロってやっぱりそのゲームの都合上、パークエンに関してもサクセスに関してもやはり試行回数っていうのを何回もやるんですね。その中で本当に演出が邪魔だって思うことがあるんですよ。それはね、決してあれなんですよね。例えば今回フリート強化来ておりますが、ここのね、決勝戦、地区大会決勝戦前のクソ長ストーリー演出とかは別に自分はまあストーリーだからね、まあそれで楽しい人もいるんだから、まあいいんじゃないのとは思ってるんですけど、まあ長すぎる気もするんですが、まあそういうのはいいんですよ。ただね、うん、だってそれって強化ルートだしすぐ消えるもん。もうね、ずっと直されてないやつがいるんですよ。それがこいつでございます。はい、ガンダーですね。もうね、これね、意味ねえんだよ。まずガンダー自体強くねえし、しかもね、邪魔なんだよ、これ。うん。一瞬だと思うじゃん。一瞬だと思うんだけど、これってタップしないと次に進まないし、なんせ腹立つんだよ、出たら。うん。このね、まあ3秒ぐらいだと思うんですけど、この3秒ぐらいがね、周回にとってはとても邪魔なんですよね。結局ね、演出面で何が邪魔かというと、タップしないと進まないのと、あと何回も出てくるんですよね、こいつ、ガンダー。だからね、本当にね、もうね、ストレスが溜まるっていうかね、そういうところで変えてほしいなと思うんですけど、かれこれずっと変えてないですよね。いや、本当に、マジでやめてほしいと思います、これに関してはね。もう、これ来るだけでね、もうクソサクセスの中でね、これ来たら、あ、もう退部しようってなるんですよ。演出来ただけでね。あー、サクセス全然うまくいかねえ、どうしようってなってる時に、この演出来たら、もう腹立つわ、むちゃむちゃ、パープルやめようみたいになってるんですよね。なのでね、ちょっと、ここら辺は変えてほしいと思います。まあ、8年経っても治らないので、まあ、治る気はしないですけど。で、もう一つの演出がこちらでございます。はい。パークエですね。パークエ、まあ最近、まあ押されてるコンテンツなんですけど、あのね、これね、厄介ですよね。いらないっすよね、もちろん。全然いらないと思います。うん。しかもね、これも立ち悪くて、いちいちね、下のボタンを押さないといけなくてね、進めるボタン。これがね、非常に厄介。で、演出ね、いろいろあるんですよ。他にイベントマス踏んだ時だとか。まあそういうのは別にいいと思うんですけど、いかんせんあの演出がね、邪魔なんですよね。やっぱり、都合上ね、わざとゲームオーバーになったり、そういう周回しなければならない中で、ああいうのはね、本当にね、何より立ち悪いのは、本当にね、そう、スキップっていうか、早送りボタンを押さなければならないこと。もうね、ワンタップでスキップさせてくれって思うんですけどね、そういうのをつけるとしたら。いる？そんな。あ、夢だったって、夢落ち、いる？いらないでしょう。うん。なので、ちょっと、そこら辺も結構イライラポイントですね。だから、主にね、どうでもいい演出。例えば、イベント終わった後のランキング発表とかの演出なら別にいいんですよ。ですが、やっぱり周回する、いつもあるコンテンツの、その中の周回の一部にそういう演出がわざわざ入ってくると、本当に腹が立つ。しかも、操作をいちいちこちらがしなければならない要素が入っているときは、なおさら腹が立つので、そういうのは何とかしてほしいと思います。ここに関してはマジでずっと言い続けると思いますね。もう、何とかしてくれって感じですね。じゃあ次行きましょう。んで、今日動画ね、撮ってるのが、いい2杯の日、11月28日月曜日にあえて撮ってるんですけど、それがね、これを言うためです。
はい、このクソマンデーガチャですね。ハッピーマンデー、僕にとってはブラックマンデーなんですけど、まあ、僕大学月曜日が一番忙しいんでね一番だるい日が月曜日なんですけど、まあ社会人学生みんな月曜日嫌いですね。で、月曜日嫌いな人のためにハッピーマンデーガチャパワーストーンを3個で回せるってあるんですけど、これいつ頃だったっけな。僕が始めたばかりや、本当にまだ1周年も経ってない頃はこういうのなかったんですが、多分どうだろう、まあ、1年2年ぐらい経って追加されたのかな、登場したこのガチャなんですけど、まあクソっすよねここら辺ね、どうにかしてほしいな。ここ逆に言えば誰もここもう存在すらね、もう今思い出したって人も多いと思うんですけど、ここ少し良くすればね、まあ月曜日スタジアム報酬受け取る以外にも楽しみが一つできていいんじゃないかって個人的には思ってるんですけどね。さすがに、パーストン3個で今の環境なら SR1 枚確定でもいいんじゃないかって思ったりしてるんですけどね。そこら辺どうなんでしょうか。それならね、まあ、課金者の人はもちろん、まあ、無課金の人でも、あ、3個ならって感じで、引いてくれるんじゃないでしょうか。それか10連にするか。10連でも引かないこんなガチャ、なんですけど、そう、このねハッピーマンデーとても気になってしまうんですよね。しかも月曜日このバナーでね、わざわざびっくりマークつけてまでね、ハッピーマンデーって今はついてないんですけど、ついてるか、そう、わざわざつけてくるんですよこれ、こいつわざわざつけてくるんでほら、どうにかできないですか。せっかくね、そう、ハッピーマンデーって使用っていうか心がけ、そういう気遣いっていうのは割とありがたいと思うんですけど、まあ、何がハッピーマンデーだよって思ってしまうのがやっぱりあるので、ちょっとね、こういうの、なんとかならないですかね。まあ、ちょっと頑張ってほしいです。はい、次はね、はい、皆様、こちらでございます。こちらですね、アイテム。この中にゴミがあります。どれでしょう？言っていきますよ。はい、はい。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 まあ、メスはまあ、当落線状態ぐらいなんですけど、まあ、ゴミが多すぎると。で、ゴミが溜まったらね、獲得したら、プレゼントボックスに溢れて邪魔なんですよ。だから、こいつらどうにかしてほしい。本当にいらないんだよな、こいつら。ドッグフードとか論外だし、野球人のお守りなんか、これ、昔、金枠ついてたからな。こいつ外された金枠。雑魚すぎて金枠外されたぐらいなんですけど、とにかくね、アイテム格差がひどい。本当にね、招きカロリー、まあ、時点で友達スタンプ、まあ、人によっては万能パードリンクアロマグッズ環境なんですけど、もうちょっとね、輝かせてもいいと思う。もう、強かった頃の紙切れを返してほしい。違う違う違う。強かった頃の紙切れを返してほしいですね。こいつね、昔は強かったんですよ。で、センス消えた環境の今、帰り咲くかと思ったらまだ弱いっていうね。もうね、イベキャラでもアイテム追加天才の入部届でもいいんじゃないかって、それ強いか強すぎるかまあ分かんないですけど、とにかくちょっとね、テコ入れしてほしいですね。他のアイテムとかいる、こいつ時間短縮できるだけやんっていう感じなんですけど、でこいつも最近彼女が不遇すぎて、こいつ使い道ないんですよね。そうんで、溢れるのが一番だるいんですよね。なので、ここら辺のアイテムどうにかしてほしい。知らん、こいつは。で、他には、スタジアムアイテムもですね、そう、溜まってしまうんですよ。いや、もうね、このね、介護関係いりますか？この介護関係のアイテムいらないと思うんですよ。こいつなんかね、もう一生溜まってるからな。もうね、ボックス圧迫しすぎてね、もう極潰しなんですよね、本当に。こういうアイテムとか、廃止にするか、もしくはどうにかテコ入れしてもらえませんかね。売っても売ってもたまるんだよ。だからね、売ってほしいんですよね。結局もうプレゼントボックスに放置しとくしかないっていうのが結末なんで、まあ、たまにこいつ使って遊びますけど、こいつも言うて意味ない。使うのってマジこんぐらいじゃねえの？で、強いて言えばこれぐらい。これは使うかなぐらいなんですけど、アイテム格差がひどいので、そう、そこら辺どうにかしてほしいなと思います。で、次。次はこれです。まあ、人によってはまあ分かると思うんですけど、こいつチャレンジね、増やして、アップデートごとにチームランクのチャレンジャー増やしてくれてるんですけど、その累計チャレンジ報酬サボってないですか？なので、累計チャレンジ報酬増やしてください。さすがにここなんもなしはね、なんかもう、行き着いちゃった感があって、なんか楽しくないんで、もうちょい増やしてください。
で、累計の石の数ももうちょい、1個2個なんですけど、もうちょい3個4個にしてもらえたら嬉しいなって感じですね。で、まあ他はそうだね。まあデイリーチャレンジもね、昔に比べたらだいぶ豪華になった方とは思う。このパワーストーンって一生パワーストーンなのかな、わかんないですけど、まあここら辺はいいなと思います。はい、次、図鑑です。はい、図鑑、あ、こちらじゃない、あのこれですね。もうね、わかんないキャラハテナやめようぜって思うんですよね。獲得しないとこれ埋まらないんですよ、クイバタワー。そう、獲得しないと埋まらないんで、別にもう獲得しなくても、もう埋まってていいんじゃねって個人的には思ったりしてるんですよね。だってさ、ここでさ、あれこいつどんなやつだったっけなって思い出すときに、こんなんなってたら、あー、わかんねえってなるじゃないですか。まあ調べればいいんですけど、でも調べる手間も面倒ですし。なんでね、本当にもういいと思います。これもう、これシークレットにする意味ないんでね、全く。ネタバレとかもなくなりましたね。なくなりましたし、こういうの。しかも、こういうので持ってない人でもある程度性能とか確認できたりして使いやすいと思うんですよ。モンストね、昔こんな感じだったんですけど、もうね、あのそういうのないですから。本当にこういうのやってくれたら地味にありがたいなと思いますね。はい、次。最後ですね。UI。若干改善はしてもらってる。かなり改善はしてもらってるんですけど、まだいける。まあ、ビクターを例えば強化するとしましょう。今これ、ここプラスのところ長押ししてるんですけど、なんもならないですよね。いちいちコロロロロって20個までいけるようになったんですけど、ここ長押ししないといけないんですよ。ここね、そう。ここやってほしい。長押し操作に。そう、長押しで、トロロロロって、トロロロってなってほしい。でもうちょい枠も増やしてほしい。50ぐらいに。やっぱりね、こういうのね、長押しが面倒なんで、プラチナゲドウ君を使っちゃったりするんで、この長押しとかさせてくれたら嬉しいですね。あ、ここら辺の下に溜まってるのはゴミですね。懐かしいな、このやっちゃったライスとか、どこぞのエイプリルフールでって感じなんですけど、んでね、そう、長押しの都合上ね、こいつ一生溜まるんですよ。こいつマジゴミなんで、こいつらもちょっと救済があってもいいんじゃないかと。もしくはモンストみたいに自動合成、一括ボタンを押したら適当に素材選んでくれて、それで合成してくれますよ的なんでもいいんですけど、とりあえずね、ちょっとね、やっぱ長押しで、一気に強化できるみたいな、そういう UI が欲しいと思いますね。って感じですね。今自分が思いつく感じでこんなんでした。でもね、まあ、最初にも言った通り、パワープロ運営にはめちゃくちゃ満足してるので、本当にこのまま頑張ってほしいですね。結構ね、ユーザーの声とか聞いてくれてね、このね、きらめき事件の時とかね、もう非難合々でしたから、クソ運営早く潰れろみたいな感じでしたからね。この、イビキャラ覚醒事件ね、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけど、この、金のきらめきがなさすぎる時、それに比べたらめっちゃ配られるようにもなりましたし、ユーザーの声は聞いてくれてるので、本当に今言ったことは、かゆいところに手が届く的な感じなんですけど、これやってくれたら本当に神アップデートだなっていうのを感じますね。という感じで言ってみた、見ましたがどうだったでしょうか。皆さんもコメント欄で教えていただくと嬉しいです。ということで、次の動画で会いましょう。バイバイ。